こんにちは、逆松の小林です。今回は僕個人的にめっちゃ好きな車両台ですね、当店に入庫してきましたんでご紹介させてもらいたいなと思います。でよろしくお願いいたします。はい、ということですね、こちらの車両なんですけど販売車両になりましてですね、現状販売にはなるんですけども、ヤフオクションで販売させていただいておりますので、ご興味ある方はぜひご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ見ていただいても知ってる方も知らない方もいらっしゃるとは思うんですけども、 TX650 っていうんですよ、ヤマハ。まあまあ若い、ヤマハは書いてるから分かると思うんですけど、 TX650 って言いましてですね、 TX650 のね、厳密に言うと後期の方のモデルになるみたいです。まあ、要はね、パッと見て、外見から分かるポイントについてはですね、キャリパーがですね、まあ、前期と後期でちょっと形が違うというような形になるみたいなんですけども、ただですね、ポイントになってるようなモデルにはなってるんですよね。で、もうほんまね、まあ、何が痺れるねんって、もう端的に言うとですね、もう音がすごいいいと思うんですよ。やっぱね、音がいいっていうか、音がやっぱ痺れる。もうこれは、もうまさにバーチカルツインサウンドみたいな。もうこのどこどこいう感じもマジでいいと思うんですよ。昔も、まあ昔の話なんですけど、とてもよく販売しました。僕結構これ整備してきて、販売もしてきたんですけども、ね、だから全然できないわけでもなんでもないんですよ。別にね、もうシートとかね、ちょっと破れてるだけなんで、この張り替えもね、別にね、R プロっていうところ、R プロさんっていうところがありますんで、ね、それでも言うと9000円ぐらいですよ。9000円ぐらいのシート買えばですね、シートの革買えば、ね、もちろん綺麗にもできるんですけど、もうあえてですよ、もう安くも現状販売させてもらおうかなと思ってますんで、ね、ご興味ある方はぜひご検討くださいね。よろしくお願いします。まあ、ほんま最後までエンジンかけたところまでいきます。ただ、あのね、乗れるぐらいにはなってるんですけど、ただね、まあ、いかずバッテリーがなくて、乗れないのでね、まあ、もうここで、エンジンかけたりとか、詳しいところで、詳しく説明させてもらいたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、まず、ハンドル周りから、説明していこうかなと思います。はい。いかがでしょうか。どうすか。結構綺麗です。はっきり言って。ね。結構綺麗ですよ。ね。もうね、まあ、多少のね、錆とあるところはあります。ね。多少の傷あるところはあります。ミラーちょっと傷ついてます。これね、まあ、厳密に言うとなんですけども、これヤマハ純正の、当時で言うところのおっぱいウインカーと、おっぱいミラーですね。まだおっぱいミラーっていうみたいですね。ね。めっちゃ長い、超ロングなものが装着されてまして、これだけでも変な話、1万円、2万円ぐらいするらしいです。はい。ただね、これはもうつけて、販売させてもらおうかなと思ってます。で、走行距離なんですけども、書いてる通りですね、32,999キロとなっておりますね。まだまだ元気よく走るんじゃないでしょうか。エンジンは調子良かったです。はい、またエンジンかけますからね、また見てくださいね。はい、そしてですね、ヘッドライト周りになるんですけども、これもね、大きなコケ等多分ないと思いますね。見ていただければ分かるんですけど、こうステンもね、曲がってるわけでもないですしね、ね、結構丈夫ではないでしょうかね。今回こんなんもレストアするのも朝飯前やと思いますよ。レストアって言うたりはすると思うんですけど、古いものをちょっと直したりするんやからね。ただね、基本的にフロントフォークでもほんま綺麗ですからね。で、ブレーキは、今現状かかるような形になっております。はい、前後ともに普通にかかっております。はい、で、ね、スポーク周りになるんですけども、多少の錆とあります。リム周りも多少の不足とあります。その点はあらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、そして次に、タンク周りになるんですけども、タンク周りいかがでしょうか。若干ね、ここ、エクボのようなへこみあります。ただね、基本的に大きくべこーにへこんでるわけではございませんのでね、反対側は反対、取ってる時に移していこうかなと思います。はい、そしてタンクの中身なんですけど、よいしょね、これがね、結構綺麗です。びっくりするぐらい綺麗です。あのね、全く錆びないって言ったらね、結構嘘になっちゃうんですけど、ただほんまうっすらは結構見えたりはするんです。うっすらね、今見えたりするんですけど、ただね、まあ簡単にワコーズのピカタンみたいなんで、すぐ取れるレベルやと思います。はい、ほんまに上物じゃないでしょうか。はい、そして次にエンジン周りなんですけど、エンジン周りもどうですか。綺麗でしょね。またね、これ後で言いますけども、1977年の保護車両になりますからね、そんな車両の程度はこんな感じやというところになるんで、ね、結構上物じゃないでしょうか。ね、マフラーも綺麗です。はい、サビサビとかそういうわけではないですね。ご覧になっていただいた通りです。はい、そこ周りもご覧ください。ね、結構綺麗でしょ。ね、結構もう上質車やと思いますよ。ね、これほんまにね、
僕乗りたいぐらいですもん、ほんまに、ね、ただそれぐらいの程度のものです。でシート周りなんですけども、先ほども言いましたけども、ここ破れてます。で多分ね、ここテープとか貼ってあるんで、もしかしてここも破れてるのかな、わかんないですけど、はい、ただね、まあその基本的にね、破れてますけども、これあんまり腐食とかないんでね、もちろんあの次にまた、普通にテープしてですね、まあ養生だけしとこうかなと思ってますけどもね、やはり替えもできまあできますけどもね、まあご購入者様でやっていただければなと思います。はい、そして次にリア周りですかね。そしてですね、ちょっと一点説明になるんですけども、多分ね、これ社外品なのか、ちょっと要請されたのかわからないですけども、リアキャリアが、装着されているタイプになっております。普通だとこのグラブバーだけなんですけど、ね、サポート、バックのサポートがついてて、ね、ここも社外品の、ね、これも当時ものやと思うんですけども、ね、フックですよね。ゴムバンドかけれるようなフックがついていてですね、リアキャリアがついているような仕様になっております。はい、そしてリア周りなんですけどもね、腐食等ございます。はい、その点はあらかじめご了承ください。よろしくお願いします。まあそれで言うたらなんですけどね、これがね純正でエッジリムやったんですよね。これ社外品のようで社外品じゃないんですよね。はい、そんなような仕様になっております。はい、そして次に反対周りですね。反対周り取っていって、いただければなと思います。はい、いかがでしょうか。多少のね、錆とはございますんでね、それはもう年式、アルミも歩いて考慮してくれというところにはなりますけどもね。ただ年式考慮していただければ、もちろんこのめちゃめちゃフルレストアとかしたら別ですけど、レストアとかしてないような車両ってこんな程度やったらただの常物でしかないんですよね。もうまあ、いいように言うとヤレージナル、やれてるオリジナルっていうような仕様にはなっているのかなとは思います。はい、いかがでしょうかね。多少のね、くすみ等はございますけどもね、これから綺麗にするのもよし、これで乗るのもよしね、本当に、程度いいんじゃないでしょうかね。そしてエンジンも効いていただければなと思いますけども、調子がいいんですよね。本当にこんな車両探してたよっていう方はですね、ぜひぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、次に、エンジンかけたいなとは思うんですけども、ちょっとね、バッテリーとかつなぎますんでね、ちょっとチェンジさせていただきます。ということでですね、ちょっと準備が整いましたのでエンジンかけたいなと思います。ちょっとね、バッテリー、つなげさせてもらってて、ジャンプですね、させていただきまして、こっち来たらね、まあ正直、まあ、バッテリーあるんですけど、はい、これでエンジンかけたいなと思います。ただね、ちょっとね、ガソリン入れたらね、左右のこのコックパッキンなんですけども、コックパッキンのね、シールがダメないようですね、若干オイルにじんでますけど、気にしないでください。はい、すいません、エンジンかけたいなと思います。基本的になんですけども、まあ、聞く、セル、いけるぐらいのバッテリーやったらね、セルで全然普通にかかるんですけど、ただね、キックとちょっとセルができないので、ちょっと併用して、エンジンかけさせてもらいました。エンジンの始動性も結構いいです。で、アイドリングも安定しております。まあ、大体1000回転ぐらいで安定しております。で、そしてですね、吹き上がりも良好。ね、もう思いっきりすぐドンドンとね。で、まあ、この音がね、もう本当にこう迫力ある音なんですよね。まあ、見ていただく、聞いていただいて分かると思うんですけど、ね、やっぱ当時のこのバーチカルツインサウンド、これはね、特に僕はヤマハ、この TX、まあ、XS 系が好きなんですよ。ね、まあ、それで言うと、まあ、本当にね、ほんまいい音。
をしているというようなものになっております。そんな感じでいい車両になっております。そしてね、こちら開いて説明ちょっとね最初の方に、させてもらうの、させてもらいたいなと思うんですけども、年式がですね、細かい年式とは分からなかったんですけども、初年度登録ですね、初年度登録が1977年の7月になっております。もうこれも当時ものだと思います。はい、もう当時から登録されてそのまんまですね。でなおかつなんですけども、ルイ別型式に関しては枠ないですよね。ルイ型枠台になってますんで、気にしない方は全く気にしないんですけど、気にされる方は大事なポイントなのかなと思いますんで、ね、まあ、それぐらい、まあ、もうほとんど純正からほとんど変わってないよと言っても過言じゃないような仕様になっておりますのでね、その点もね安心してもらえたらというか納得してもらえたらなと思います。こちらの車両お買い得価格でね販売させていただこうかなと思っておりますんでね、ぜひご検討していただければなと思います。よろしくお願いします。ということでですね、上質な程度ですね TX650 が入ってきましたね。こんな車両、まあほんまにね軽い整備で、大丈夫だと思います。はい、まあ当然できるわけじゃないんですけど、もうね、今回も現状販売で安く販売しようと思ってますんでね、はい、もしよかったらですね、こちらの車両お購入ください。よろしくお願いします。ということで今回はヤマハ TX650 をご紹介させてもらいました。ありがとうございました。